今日は秋のつぶやき第40回目の配信となってます。聞こえへん今日は秋のつぶやきの第40回目の配信になります。声聞こえてますか？マキちゃんってマキちゃんこんにちはって書いてるから、いや分かんない秋ってやりたかったんかなと思ったけどハートってついてたから、じゃハートちゃんはハテナついてたから。だってさ、喋ることないやん。あー、だからか、それのマキちゃんか。今ノリさんが言ったんでわかった。うん、全然繋がれへんかった。でもほら、こっちに書いてない。これごちゃごちゃしてるよ。はい、なんか食べてる。ん？私じゃないよね。私何も食べてないで今。ノリさんやで、多分食べてる音入ってたら。ノリさんのは入ってない？もう誰のやろ。マイク右下にあるからな。取り来たね。1分経過。あ、こっちになんか表示されんのめっちゃ遅い。それのマキちゃんね、さっきの写真見て言ってたな。なんでハテナついてるんやろうと思って、名前忘れたんかなってちょっと思った。今日さ、秋のつぶやきめっちゃ久しぶりで、んでいつも基本つぶやきはお知らせでおしゃべり普通の話やんねんけど、先週のおしゃべりの方がさ、いっぱいしゃべることあってんな。愚痴ってるな。のりさんも大変ですね。なの？喋ることないんやもんって。そう、なんかあの音楽さ、昔は最後一曲流してから喋るとかやったけど、今なんか流れてながらな喋ってるから喋りにくいなと思って小さくしてんの。うるさい。声の大きさどうですか？聞こえてますか？あ、ボサボサなった。声聞こえてますか？あ、でも愚痴ってんの聞こえてんねんから聞こえてるか。愚痴ってるわけじゃないで。文句言っただけ。あ、プチアルさんこんにちは。やっと眠たいから脱出できました。寝たのが午前5時、起きたのが午前9時半。遅い。ちょっとしか寝てなくない？どうしたん？パリパリ言ってる？なんかのりさんが笑ってんねん。めっちゃちょっと4時間半しか寝てないんや。今日は私はいっぱい寝ました。7時間ぐらいは寝たかな。なんか最近めっちゃ眠たくって寝る時間があんまなかったけど、久しぶりにちょっと寝た。あー、後ろのやつか。はい、ん？こん
にちは、叱られんように来ました。もっくんが言ってんだよ、のりさん叱られへんようにって。たまに忘れてるもんね、もっくん。でも今日はなんかあのいいねとか押してるの見えてたから、あ、分かってると思って。結構いい感じに聞こえてますよ、ありがとうございます。今日は音声いいでしょ。いつも私あのこのつけるマイクやからさ。こんにちは。あ、言うの忘れてた。今日の1曲目は明日の夕暮れでした。え、タイムライン流すの。お前で曲紹介全然してない。なんか今日のりさんさ、秋のつぶやき久しぶりやから何をやったらいいんか忘れてんねん。最近つぶやきばっかりやもんな。じゃあおしゃべり。あ、間違えた。おしゃべりばっかりやからさ。今日40回目やねんけど、多分そのうちおしゃべりの方がピュって抜きそう。段取りが全然ちゃうからや。うん。カメラのセッティングとか。うん。なんか文字見にくい。起きたというか生徒さんからの電話でやむやむ起きました。あ、起こされた感じね。若いといっぱい寝れるよね。なんか年々寝れなくなってきた。文句寝られへんくなるの早いよ。もうなんか60、70、80、90になったら1時間も寝られへんくなんで。あ、出た。オープニング曲その夕暮れ、そう、クロマチックハーモニカの八木秀幸さんの曲です。これ久しぶりで使い方分からへんねんけどさ、どうやってリツイートするんやったっけ。それは一緒やろ。返信リツイートができんの。返信、返信で何かだ。 RT ってやったらいいんか。ちょっと待ってや、この辺めんどくさいな。 RT RT OK。 ん、誰か来た、うん、ん、見えへん。こっちに見えてないで。忘れて散歩してて思い出して帰ってきました。あ、ほんまや。今を見るさん、今るさんや。こんにちは、ありがとうございます。今るさん、え、あだ名今るさんじゃなかったっけ。私ずっともうそんな感じで呼んじゃってる。あれ、今るさんアイコン変わりました。もっくん偉いな。思い出してんて。お前で最近忘れ気味やからな。よかった、ありがとう。ね、前までビビットライブ使ってたんですけど、え、ビビットライブっていつまでやったっけ。3月ぐらいかな。それもう使わん。もう使わん。もうあっちはやめた。ビビットライブで配信してたんをやめて、これからはユーストリーム配信になります。こっちは関係ないから、もともとこっちは。うん、秋の秋とおしゃべりの方な。そう、なんかね、あのツイッターにこうツイートするのが無理になっちゃうらしくて、でこれからもユーストリームをまた使おうかっていう感じになってます。自転車で結構走ってきても普通に寝れへんね。もう私やは老眼も始まった気がするしね。あ、老眼は私ももう始まってんねんな。普通に言われた。老眼ですってなってんね。だからさ、文字とかな、今もう見にくいねやんか。見えてんねんけど見にくくって読みにくい。でもあれやな、疲れてても寝られへんっていうのはもう寝るのも疲れるっていうのになっちゃってんねんな。よう言うやんか、寝るのも体力使うって聞いたことがある。今日は大阪のおばさんですか。そうそうそう、今さあ普通に喋りながら誰かなんか聞いてくれへんのかなってめっちゃ思ってんねんけど、誰も言ってくれへんねんで気づかへんかな。あんま映ってない、今日めっちゃ表から引けてると思えへん。あれやな、突っ込んだあかんと思われてるんかな。ちょっと見せて、見せて。こんなやつでーす。もうちょっとこう中腰になる。これあれやで、ちょっと待って、めんどくさいやで。やむやむ、カメラ
え？カメラ上上げていくから。ついていくわ。出られ。何やそれ。おばはんになってるか。だってこの辺なんか物が散乱してるんやもん。ついてこれてる？はい。こんな感じでーす。ぬくいぞ。わかる？え、これ立ったらあれやわ、前反対に来てるから出ちゃうわ。はい、ほい、ほい。あれ見えてない？もうちょっと下で。あ、映った映った。いけた？ちょっと待って、ちょっと待ってや。うん、今のもう一回覗いて。のりさんの声が小さいですって。オッケー、うん、なんか写真撮られた。そうそうそうなんで、あ、そうそうなんでビビッとなくなったんかなって思ってました。そういうわけでしたか。そうなんです。それでなんかこれからはビビットライブじゃなくてユースにしようっていうのをのりさんが言うて、まあそらほんまおばみたいな。なんでちょっと動いたぐらいで息切れしてるわけ。動きにくいんやもん。息切れしいな。今ちょっと自分で、あ、おばさんみたいにやってもたなと思った。何やったっけ、どこまで言ったっけ、うん、そう、とりあえずのりさんがそう言ったからそうなんやっていう感じでビビットライブじゃなくなりました。昨晩個人配信の視聴数をどうやって上げられるのかという興味深い配信をのぼさんが、のぼさんたちがしていたので見ていたら寝られなくなりました。のぼさん何時頃してた？のぼさん何時ぐらいですかそれ。のりさんの声小さいの治りました？そうそう、体力ないのよ。ヒョウ柄突っ込んだ方がいいの。そう、突っ込んで欲しかった。なんかほら大阪のおばちゃんってそんなん好きやんかみたいな感じでもうよかったんけどな。誰も何も言ってくれへんから私の趣味みたいになってるやんか。でもヒョウ柄の服とか一時期めっちゃ好きやってんけどさ、そうなんか大阪のおばちゃんっていうのを言う聞いてからちょっとやめようかなと思って、まだ早いと思った。駅どないしあるできた。これのり、これのりさんやねんで、のりさんがさなんか椅子にこれかかっとって、なんでスリッパもヒョウ柄やからな。のりさんって実はヒョウ柄好きやったんやと思ってちょっと思ってて、これ見せた。じゃじゃーん、これのりさんの愛用スリッパでーす。で普段は私の着てるこれものりさんが使ってるやつやね。私がヒョウ柄好きなんだよ。よし、なんか蒸されてる気分今。めっちゃあったかいねんこれ。あったかいな。うん、めっちゃあったかい。そうそう、体力ないのよ。あ、これ読んだわ。アイコンは熱する前の青い柿です。あ、間違えた、熟するやな。熟する前の青い柿です。あきちゃんと同じでピチピチだよ。私もうねそろそろ熟すよ。もう誕生日来ちゃったからね。20、え、私も 26?20、 来年入ったら27ですって言わなあかんから、あー大変。流行りの着る毛布、え、知ってんねや。もっくん知ってた着る毛布って。私なんか着るポンツじゃないな、なんか変なやつは持ってんねんけど、こういうやつは初めて見た。流行ってるんや。うん、めっちゃあったかいねこれ。ほんでちゃんと足下にさポケットみたいなとこあって、そこに足をチコって入れれるようになってんね。そうそう、考えるみたいな。そう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 、考えるのポケットみたいな。考えるって
カンガルー。それはなんか面白い。変な感じで内側ポケットでさ、足その中に入れるんやで。不思議やろ。地震来たら貢献なしゃあないんだ。もう助かれへんで絶対。だって逃げられへんもん、飛んでいかなかった。ほんま考えるやん。うん、出るとこなんてあるん？出るとこどこや、何の出るとこ。ウレちゃん、あー出てまうちゃうね。あのこれほんまはさ前、これのことじゃないやろ。違うよ、失礼な。美容室とかに行く感じでこう手通すのあるやん、そんな感じで前から来てこうくるって回すんやけど、私は普通に羽織ってんやんか。だから前ここを出るね、ほらくるっとね、そう、こう、こう回すね、うん、もう完全にですねそうそう、午前1時から午前4時ぐらいまで。おお長ー。スカイプを使って何人かを入れて配信していました。やってんの、あれ昨日じゃない、のりさんがなんかうん雨かな、今大雨降ってるんかな。降ってないっち、降ってないあれな、あと何やったっけ、いうことあれなんかもう一個あったよね。あ、そう思い出した。ね、曲行こうか。曲行く、いいよ。24分、早いな、何も喋ってないのななんかヒョウ柄でふわ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 遊んどっただけやなじゃあ先に曲いっちゃいます。SH ストアのあなたのいる世界っていう曲ですです。決められた枠に当てはまる。
今の曲が SH ストアさんの、ちょっと待って、あなたのいる世界っていう曲でした。これあれやんな、ライブで歌ってた歌やんな。分かれへん、なんか聞いたことある曲やなと思ってで、うち CD とか持ってないからさ、ライブで歌ってた曲かなと思って。SH ストアさんは千代ちゃんが大阪でライブをした時に一緒に対バンとしてやってて、それで未来ちゃんの知り合いみたいな感じでもあって、この人たちいいよって言われて聞いてよかったから紹介させてもらってるんです。うん、なんか変なやつがおるでな。なんかのりさんが映してる。何映してるの？キャス？めっちゃ久しぶり。なんかカメラ3つもあるやん。前にあって右にあって上にもあんねんで。うまいな。最近私のお気に入りの場所があって、アキュページにも書いてたんですけど、梅田の、展望台？ちゃ。展望台？スカイビルのところにある。スカイビルの下でやってるんですけど、もう10年ぐらいやってるって人に言われて、でもうち今まで知らんかって、今年初めて行ってきたんですよ。なんかドイツ村みたいな、ドイツの村、ドイツの村どこでなんか今スカイビルや言うたやんかスカイビルのとこねで、ちょっとお昼間最近用事あったから昼間行って写真撮ってきて、また秋ブログが新しくなったんで、そこに載せようかなと思ってるんで、また見てください。あれ、マクラーレンさん、秋ちゃん、のりさん、こんにちは。今日は映像配信はないのですか？あれ、映像配信そう、うん、映像配信になってますね映像出てますよ。これ録画じゃないですよ。 ASF でやんちゃんが持ってるギターね、小物として最後に活躍してよかった。あれ、あの鈴鹿サーキットのやつかな、ギターこうジャーンってやってんのもうのりさんが不審者になってる何それ一生懸命あのなんか変なこんなこんぐらいの
盗撮？そうそう、スマホ堂々と盗撮するな。スマホ持って写してんねん。で、そやな、まあどんな動画はないんですけどね。写真しか撮ってきてないけど、1回目は、赤ワイン、ホットワインがあって、それがすごい有名らしくって、でなんかサンタさんの首とサンタさんのお腹とサンタさんの足に3つに分かれてるそれぞれのコップがあって、3つ買ったらなんか全部つなげてサンタさんになるよっていうやつやねんけど、まあ赤しか飲めへんかったから顔しかないねんけどね。それ飲んで、であと何飲んだっけな、あそうそう、あとは普通のビール、あちゃ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 、ドイツビールや。ゆくたさんにこんにちはって言うてて打たれへんか。あちょっと待って、ゼクターさん、ゼクターさん、マクラーレンさん、マクラーレンさん、忘れて、何が一緒やでって知ってます。ゼクター、あ、ちょっと待って、私歌んでもさ口で言ったらよくない、ゼクターさん聞こえてますか、バイノリさんこんにちはでした。聞こえてるんかな、聞こえてますか。んで、そう、ほんでその時に食べたんがなんか四角いドイツのチーズがかかったピザと、あと変な三角の揚げた、あそこどこやってんの、そこまでたどり着いたらすぐ分かる、ん、下の広場で、そう下の広場で三角形のなんか揚げパン食べたりとか、まあ私は食べたり飲んだりとかしかやってないんやけど、ちっちゃい子供とか連れててもいいねん。メリーゴーランドあるやん、メリーゴーランドってあれやな、馬とか乗るやつやな、あれのドイツのどっかで作られたやつが置いてあったり、あとはなんか引き車ポッポーのなんかふーって走るやつがあったりとか、んで大人の人で言ったらドイツ製のやつかな、なんか店もちょっとあって普通に通り過ぎてる人が多いんよ、あんま中入ってなくて、ドイツのお皿とかグラスとか売ってたりとか、とドイツの家のなんかキャンドルライトかな売ってたりとか、なんかドイツ製品のいろんなやつとかも販売してました。ん？聞こえてるけど画面は真っ暗で、ちょっとこっちが切るから言うてくれ。あ、じゃあ、すいません、ツイキャスの皆様一回ちょっと切ってしまいます、ありがとうございます。全然タイムライン見えてないから誰がいてくれてるかも分からへんねんけど他の皆さんは映像見えてますか、ゼクターさんだけかな、ゼクターさんだけっぽいで、なんか暗い人いてますか暗い人暗い人っておかしいな、暗く見えてる人いてますか、今一応映像出てたんですよ。そうんでそこ私の最近のおすすめスポットなんで、行ける方はぜひ行ってください。で夜になったら、あの昼からもライトついてるんですけど、夜はめっちゃ綺麗くって、イルミネーションみたいなやつが、うん、確か綺麗かった、うん、そんな気がする。でもお昼はお昼で、一番最近行った時お昼やってんけど、どっかの学校の吹奏楽部の人たちが音楽なんかクリスマスの歌を演奏してた。あ、もっくんちゃんとユースコ見えてるよって、うん、乗せる、ちゃんとユースコ見えてるよって、もっくんやっぱ映像ついてますよついてますよ。松山配信中、配信中ですが、はっきり小顔で、あ、かわいいあきちゃん見えてますよ。ありがとうございます。え、今のさん、どれやこれ。あ、今のページ。今のページ？このページ。ああ。CM。ん？今別画面で映像見れてる。あ、よかった。映像はツイッターで。映像ツイッターで流れんの、あとはユースト
配信して視聴中。ありがとうございます。なんか難しい言い方してくれてる。なんでそんな笑うんや。いや難しい言い方だってほらなんかな、これはこれでこっから音拾ってとかやんねやろ。ちゃんと大阪のおばちゃん見えてるって。誰が大阪のおばちゃんや。ヒョウ柄着てるからって。あれはもっと派手なヒョウ柄やね。そうやな、ほんまにヒョウっていうか、うん、黄色の、うん、めっちゃ派手。なんかこんな可愛い感じのヒョウじゃないね。でもなんかなんでやろ、こんな可愛いやつも多分おばちゃんが来たら派手になるんやけどな。でここ来ないしましたね。そうそう、髪の毛もなんか短い、なんかファ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 ってしてて、で喋り方がめっちゃきついねんな。なんかあんたなんとかかんとかやないのみたいな。私が10年これをやってたら多分見えるんやろうな。現在原因調査中です。了解です。ユーストは関係ないんかな、みんな見えてたらな。あのね、2つ開くと片っぽが動いてないことがあるから、うん、それで暗いんかな片っぽが。ブチャールさんはちゃんと大阪のお姉ちゃん見えてるよって。ありがとうございます。おばちゃん言わんとお姉ちゃん言うてくれてるわ。ありがとうございます。まあそんな感じで、あのぜひ行ったら見てください。ドイツビール飲めるわけ。飲める飲める。ドイツビールもあるし、ミュンヘン、ミュンヘンビール。なんで知ってるの。ドイツやろ。うん、なんで知ってるの、びっくりした。ドイツビール、それミュンヘンビールも売ってるし、1日目飲んだんはほんまにこんなコップあるやん、普通のさ100均とかに売ってそのコップに入れるようなビールを買ってしまってんけど、2回目行った時はビンビール3種類あって、あ、コンパニーは行けなかった。ほら、買った。要はあの知ってる女の子らが行ってる。ほらへん。で、な1回目がちゃ1本目が黄色のビールやろ、普通ので、もう1個が黒ビールで、私が飲んだんは白ビールっていう、ちょっと白ビールだけ瓶がちょっと大きい。白ビール、そう、ちょっと大きいねんけど、なんかフルーティーな感じって言うから、じゃあ飲みやすいかなと思ってそれにして。色は瓶やったか分かれん。あ、青鬼さん、ヒョウ柄が生えてますね。こんにちは、ありがとうございます。超ヒョウ柄です。これはでものりさんのです。お姉ちゃんって書いててんけどね、あえて突っ込めていったし、おばちゃんに昇格しました。おばちゃんに昇格、おばちゃんから昇格したらどうなんのやろ。早くない、いいよ、そのままお姉ちゃんで、お嬢ちゃんでもいいねんけどな。お嬢ちゃん、お嬢ちゃんみたいな。あ、ほんでな、なんか1回目はな、これ買ってん、私のお土産、これあれやねん、そう、このクマちゃんはそこのドイツのところで買ったクマちゃんでーす。実はこの子2人目でーす。私につけるのは、え、欲しいの、クマちゃん。やめようか。あ、でも物は男の人がつけるような、売ってなかったかも。気持ち悪い。のりさんも。のりさん。いや、今なんか動物見てたら、のりさんがコアラに見えた。そう、でもこれあれやね、なんかめっちゃ壊れやすくってさ、一回すぐ壊れて、で、カバンの中入れとったら逃亡して、だからもう一匹飼ってん。白ビールってほんまにあるんか。うん、ほんまにある。え、知らへん、そのお姉さんが言うてたもん、白ビールって。うん、黄色黒白って真っ白。いや、え、つったか瓶やって。瓶やか分かれへんねんって。瓶が白かよ。え、違う違う違う、瓶はどれも普通の瓶やねんけど、白ビールは、うん、ちょっとフルーティーな感じのやつやった。飲んだんか。飲んだ、でも量が多かった。飲んだら分かるやん、ここに。だって瓶やで。今さっきから瓶ってずっと言ってんのに。直接飲んでんか。言ってない。
え、のりさん一生のお願いやめて熊のストランプって青鬼さんもそんなところで一生お願い使っちゃう。それぐらい嫌やってことやな大丈夫、のりさんにはこの熊のお土産は買ってない買ってたらつけてもらうけどね。でもかわいい。大阪でお嬢ちゃんって声かけたらさ、かなり微妙な。え、でも普通やで、お嬢ちゃんとか言われんで。結構お姉ちゃんとかもいいけどな。あ、原因究明完了、今映像音ともユースで見えてますよってお騒がせしました。いえいえ、よかったです、ちゃんと解決できて。なんかがあったんですね、理由があってよかったですんで、あ、そうそう、だからな、行ったらな、そのピザとな、揚げパンの三角形のチョコのやつを食べてほしいねと、ビール、でもビールよりも私的にはワイン飲んでほしいかな、ホットワインかな。でもできたらホットワインと両方、赤と白あんねんけど、赤のホットワイン飲んでんち。あ、白ビールもくやってくれてるやん、ドブロクじゃないのって。何ドブロクって。ドブロクビールちゃう。え、ドブロクって何あ、こんなやつ、そう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 、もくん天才、白ビール。そうはね、これはめっちゃ飲みやすかったよ。あとなんか食べたっけな私。あとウィンナーもあった、ウィンナーなんか長いやつでこんなパンに挟んで食べるやつ。あ、じゃがいもはあれ、なんかベーコンとかと炒めてそうなやつあったけど、それは食べれないね。うちパンだけ食べといて、あかんって。えん、それあかん。あ、クマさんあ、あかんって聞いてたんやなあかんな、私は似合うけどな、クマちゃんはで、ついでにあの、その展望台ね、上がったらもっと綺麗なんじゃないかなと思います。上上がってない、上上がってない、そこだけ。あんま時間なかったんやんか。で、下見とって写真撮ったり、なんか食べ物食べとったら時間なって、あ、いかんなみたいな。ピザ10回言うてる。ピザ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 。ちょっと別に何もないですって。うちなんか言うあれかなと思って、ビザって言わそうとするんかなと思った。なんとかかんとかビザみたいな、あれ絶対うち引っかかんねん。自信満々で答えねんけどな、いつも間違えてんねんな。で、最近なんかそんなとこでした。あとはなんか面白いのやってないかな。私が行ってないので言うたら、行きたいなと思ってんのやけど、梅の花っていうご飯屋さんちゃうで。また湯葉ちゃうよ、私もそれ思ってた。あ、これ湯葉も、うん、ちゃうね梅の花。うちほんまに最近までさ、あのご飯屋さんかなと思っててんけどそんな話じゃないね分かってるよ。金魚、アートアトリウムやったっけっていうなんかすごい、ま、知らんぐらい今から適当に言うからな。幻の金魚みたいなのがいっぱいおるところがあって、そのチラシに梅の花って書いてあったから、へー、ご飯屋さん、あの梅の花になんかこんな金魚おるんやと思ってたんけど、チーが食べたらあかん。それはすごい価値のあるやつらしいねで、じゃあご飯食べに行くついでに見たいなとか思ってたんけど、それを最近友達に話したら、いや、あれ多分ご飯屋さんじゃないと思うって。そういうなんかアートアトリウムのそういう場所の感じのタイトルを梅の花にしたんじゃないみたいな。ほんまに赤いねん、金魚やから。金魚やからじゃないねんけどな、この凄さが伝われへん、見てないからっていうのでした。移動水とか、うん、イルミネーション、そういうの映してほしいな。あイルミネーションはあるやん、そのさっきの梅田のやつ撮ったやん、やろ。え、金魚、梅の花、アートアトリウム、繋がれへん。え、ちょっと待って、あるんやって。ほんまにアートアトリウム、心斎橋とかにさ、チラシめっちゃ貼ってあんねんで知らん。
目やと思っててんけどな。あったけど。あった？あった？え？あ、あったあった。いつもに間違うので調べようとしててんけどな。ハイビジョンさんもこんにちは。ありがとうございます。さっき出してもらったやつめっちゃわかりやすかったです。声小さくないか？声小さい？そんな気がする。声小さいですか？もうちょっと超えてるかな。こうか？いや、いいよ。近い方が。出してくれたから1月21日までやってますって。なのでぜひ近くまで来た方を見てください。でも謎やけどな、なんか金魚を見に行くっていうのが分かれへんけど、綺麗なのな、すごい人やって言ってたから。それと12月22日の、土曜日なんですけど、夜の私の、夜の秋とおしゃべりっていうのをやるんで、9時半からかな。午後の9時30分から、10時半ぐらいまで1時間ぐらい夜ユースをやろうと思ってるんで、ぜひ見に来てください。音楽と音声の差が大きいですね。普通やったら小さい。綺麗な女性ならすぐに行くのですが、金魚では。いやでも金魚もなんか特別すごい金魚かもせんよ。うん、珍しいのもいてるんやって、普通の金魚から。でなんか形とかその場の空気とかすごい良さそうな感じはしたから、ちょっと時間ある時とか暇のある時を見てみようかな。最近そういうの好きなんよ、なんか期間限定のやってるやつとか。前あれ見に行ってん、心斎橋の絵、郵便配達の男って知ってる？ちょっと多分タイトル間違ってるけど、配達夫やったっけ、なんかそんな感じの絵も見に行ってん。ね、マクラーレンさんね、ゼクターさんね、いつも最初一瞬だけ時間かかるけどね。あ、マクラーレンさんみたいな。で、めっちゃ聞いたことある。あ、ゼクターさんってなる。そうそう、午後9時30分より秋とおしゃべりスペシャル。そうなんです、アルコール持参でよろしくお願いします。私の焼酎まだちょっと残ってんねん。前回の秋とおしゃべりの時にこれ飲むねん言うて見しとってんけど、まだそっから飲んでないんで結構残ってます。ぜひ夜なんで見に来てください。ここ置いて、ここへ、マイクここへ。あきちゃん最近減ったなって思ったけど、まだ唇触るんやね、さすが癖。ちょっとやめてやめて。口触る？こうやってやる？多分、口触るし、髪の毛触るし、なんかいろいろやるよね。もう変な癖見つけんといてくれる。でももともとは口を触ってたわけじゃなくて、なんか考えるときにこうやってなんか顎をこうやってやってたんけど、これはちょっとあかんかなと思ってこうなって、なんか多分口をこうやって触るようになってるんやと思う。海水魚飼ってましたよ、綺麗で毎日癒されてました。海水魚ってどんな魚？近い近い近い。海水魚って何？深海魚とまた別？深海魚。海水魚って海水の魚。普通の魚、食べれる魚？食べれるやつ？食べられへんやつ？食べれない関係なしで、うん、海に住んでる魚。癖が多いやきちゃんって、そうやね、ほんまに。めっちゃ言われんねん、周りの人観察力ある人が多いんかな。
結構これやってるよなとかさ、もうヒーってなる。音量ではないですか、調整難しそうですかっていつの間に私の前がヒョウ柄じゃなくなってくるね。なんかあの中なしで、うん、要はあの、レースクイーンなんかが寒い境上に羽織ってて、あーそれもなんか演出者誰だ外寒いのにや水着で立ってるやんか、うんうん、じゃあなあ大変そう。まあさすがに飲み物は冬やしいっぱいから進まうのね。お酒は進むのに悪意はあかんのねうん、なんか飲んでるんやけど、うち飲み出すらめっちゃがっつり飲んでるからさ、ちょっと控えめにしようかなと思って時々頭がパカッと開いて脳みそが見えてますよどんなんや、変な癖持ってますねって見え方がおかしい。でも自分の脳みそ見たかった、一回。絶対ちっちゃいと思います。なんか記憶一個新しいとか覚えたら。前に見てたことあるな、その話。何を。ちっちゃくて中で空っぽでこう振ったらカランカン音する、うん、違う、その話じゃない。最近は一個覚えると一個絶対忘れる。それ私の世界やなっていう感じになってる。映ってきたんちゃうか。ん、そんなんまで映るのか金魚金魚と言っても家の近所じゃないので行けませんここにいてる人来てくれんか聞いてみ。じゃあね、え、12月のん12月の22日皆さん夜見れますか、空いてませんか、時間来れる方多いですか、少ないですか本間にね、たまにしか夜できないんで、ぜひあってなったら見に来てください。あきちゃん、それはやばいっしょ、物忘れ。そうやね、なんかこう普通に喋っとってこうやもんなってなった。あ、それ忘れてたみたいながめっちゃ多いね。すぐ忘れる、ほんまに。あ。生徒さんから電話があって離脱してましたって。おかえりなさい、プチャールさん。プチャールさんはあの12月22日料理ユースを見れますか、見てくれますか。私は心配だよね何を。いやいや、料理ユースピーっていうボタンがいるかも。あ大丈夫ちゃうかなんとかなるかな、分からん。危ない時は誰か止めて。私の言う人がバンされうちのせい。それはもうあれやな、夜ユースとやろうかって言ったのりさんの責任やからな。ああ物忘れする人は記憶力いいんやと思うよ。ほんまかーい。あきちゃんは表現力が足らんから表現できんだけやねそれはどうなん結局うん、記憶力良くても表現なれへんかったらあかんのか。うん、表現力はほんまに足らへんと思う、それめっちゃ思うそうそうそう、22日に何があるの。あー飲みスケユースとうん、でも1時間やからそんながっつり飲めへんけどな。氷買いに行かなあーやったー、22日なら仕事が一段落してればじーって覗きに行きます。ありがとうございます。その時あの覗いてますって言うてね普通におるよって。でもさ、なんか普通のユーストって昼間のさこういうお知らせ抜きとか喋ることをどうしたらいいか分かりにくくなるから、ちょっと見に来てる人は助けてねほんまに何の会話してるかが分からへんくなる。あ、でも普通に喋ってたらいいよな、普通に喋ってんやったら得意やったはずやねんけどな。まあ適当に楽しくできたらいいかな。普通に喋れるようになるやん。うん、そやな、普
通に喋っていいん今も大概なんかちょっと適当化してるけど、もっとひどいで。アドレスはここですかってプチャウルさんが。あ、違うわ、ノリの方やわ。違うって、ちょっとアドレス出して、ノリさんに出してもらいます。音入るかな。何を？あのいつもの社会配信所の方、あのプチャウルさんに貼ってもらって。あ、なんかね、今のりさんが音が入るから乗っけられへんって。いつもの堺配信所の方です。言ってやんな、ウィビとちゃうもんな。あ、秋とおしゃべりのユーストの方です。でもまたフェイスブックとかにも、ツイッターにも流しますので、そこから覗きに来てくれたら。言いませんよ言うてくださいよ。なんでほんまに覗こうとしてるのよまあマイペースに頑張ります。一応褒めたのって、あ、ほんまにありがとう。新しいことに臨機応変な人は古いこと忘れるみたいよ。古いこと、うん、まだ古いことじゃないんだけど、最近のことは記憶して、でその次最近のこと記憶したら、こっちの最近のことが抜けるねその方が回転も早いんやろね。まあまあ一つ入ってないことや、新しい。じゃあこっち抜けて、一つ一つ抜けてそう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 、増えてないこと。うん、もう無理だし、私の脳みその容量オーバーだからじっちゃんやって。でもそんな忘れるもんちゃうないやんな、ほんまに。秋のつぶやきは今年最後ですこれね。うん、そうですね、秋のつぶやきは今年最後ですです。うん、でも秋のつぶやきも秋とおしゃべりも変わらんやん。でもしかしたら来週お外で、まあ、じゃあそろそろ先にエンディングの方を流しますので聞いてください。明日の夕暮れで、まゆみさんが歌を歌ってるバージョンです。私の声と両方入ってるってこと？なんかクルクルしてる。声聞こえてるかな？なんかクル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 してんねんけど。聞こえなくなったで。音も。
手袋な、うん、てか繋がってない。あ、嘘、なんかこれが悪い。見えてる？うん、見えない。え、なんて？リロードしてるんですよ。ありがとうございます。私の画面、おえいユーサリームという名前のサーバーが見つかりませんでした。赤いびっくりマーク、黄色いびっくりマークが出てる。でもな、繋がってない時のマークが出てる。私に見えてないねんけど、いい？じゃあ録画の皆様、12月22日の土曜日の午後9時30分から、私のつぶやきじゃなかった秋とおしゃべりをぜひ見に来てください。その時は、なるべくお作時さんでよろしくお願いします。はい、以上でした。今日はじゃあそろそろ録画も終了させてもらいます。またよろしくお願いします。また明後日お待ちしてます。ありがとうございます。お疲れ様です。